どうもみなさんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村店長です。どうも。今日はですね、企業案件でございます。久々の企業案件ですね。まあ、ちょっと早速ね、ちょっとね、こんなものが届きました。こんなね、ロックスって書いてありますけど、まあ、こちらのね、紹介をしてねということだったんですけど、案件みたいな話はね、ちょくちょくいただくんですけど、あんまり面白くなさそうなやつ基本的に僕やらないので。でもね、これはなんかすごいね、かっこよくて面白そうだなと思ったんでね、ちょっと受けさせていただきました。はい、まあこちらね、ロックスっていうやつになります。こちらです。まあとりあえず開けてみますか。まあ何やねんこれってなると思うんで ね、中身がね、めっちゃかっこいいですよ。こんな感じのものになっております。こんな感じ、わかります？何かこれ、まあこれグラス2つと真ん中になんか石みたいなやつと、なんかその下になんですよ、木みたいなやつが入ってるんですけど、まぁ、ちょっとね、こう分解してね、見ていきましょう。まずこのね、木みたいなやつ、これなんかね、トレーです。まぁ、ここにね、多分ね、石を置きやーっていう話だと思うんで、こういう感じですね。まぁ、こんな感じでね、石を置くわけで、で、グラスが、ロックグラスみたいなのがね、2つ入ってます。よいしょ。ここでね、ロックグラスが2つ入ってます。この中に入ってるのは、まあ、なんか説明書みたいなのがね、ちょっと入ってますが、まあ、こういう感じでね。これなんかめっちゃかっこよくないですか？これめっちゃかっけえじゃんと思って、個人的になんかでも欲しいなって思ってね、なんならこうもらうために受けたような、ノベルもあるようなぐらいのものなんですけれども、まあ、これはですね、まあ、よくね、最近たまに見るかなと思うんですけど、ロックアイスってなんですよね。いわゆる、こういう石を冷凍庫に入れて、で、ウイスキーとか飲むときに、こう氷じゃない、石か。この冷凍庫に入れた石をこうやって入れて、で、ウイスキーを飲んだら、薄まらずに、冷えたウイスキーが飲めるよっていうツールになってますね。まあ、それこそ普通にいわゆる、まあ、氷入れてウイスキー入れるっていう、どうしても氷が、時間が経つときにどんどん溶けていって、シャビシャビなウイスキーになっちゃうじゃないですか。でもこういうのだと、これ石が冷えてるだけなんで、薄まることがないんですよね。そう。だから、ずっと薄まらないまま冷たいウイスキーが飲めますよっていう、商品になっております。まあ、なんかね、とりあえず商品のね、ページみたいなのがあるんで、とりあえずなんかね、それを、まあ、ちょっと資料的なのがあるんで、一応これね、商品名が魔法の天然石ロックスっていう商品名みたいですね。まあ、こちらですね。まあ、環境にもお財布にも優しい天然石ロックスってことです。まあ、瞬時にドリンクを冷やし、洗うことで半永久的に繰り返し使用できますってことで。まあ、洗ったらね、いくらでも使えるよってことらしいんですけど、僕、こういうのを、まあ、バーで使うことってまあ、あんまないと思うんですけど、なんでこれをなんかね、こう、皆さんにお勧めしたいなって思ったのだって、結局製氷機で作る氷って、めっちゃまずいんすよね、ぶっちゃけ。大体の家庭の、冷蔵庫に入ってる製氷機って、水道水とか、そういうのを引っ張ったりとかして、まあ、大体まあ、居酒屋の製氷機とかもそうなんですけど、まあ、大体水道水とかで氷作ってやるじゃないですか。水道水で作る氷ってめっちゃまずいんですよね。ウイスキーの味を阻害しまくるんですよ。で、じゃあ、わざわざ、じゃあ、天然水を買って、じゃあ、家の冷凍庫で作るのかってなっても、家の冷凍庫は急速冷凍だから、美味しいお水で作ったら確かに美味しい氷にはなるんだけど、めっちゃすぐ溶けちゃうんですよ。でもバーとかで使うような、例えば僕が氷を発注してるんですけど、そういうのはもう3日間くらいかけて作られためっちゃいい水の氷なので、1貫で結構値段するんですけど、そういうのを使うからバーの氷は美味しいし溶けにくいっていうのがあるんですけど、まあ、ぶっちゃけそれをね、家で再現するのは難しいんですよ。例えば僕が発注している氷の業者さんは業務用なので、一般の家庭で、それを、お金があったとして、ただ頼むことはできないので。でもなんか、とりあえず、軽気が、ウイスキーの味を阻害するっていうのと、すぐに溶けやすいっていう、デメリットの部分を、これは多分解消してくれるんですよね。っていうのがあって、僕はこれを進めたいなと思いました。まあ、これは僕ここに書いてあることではないんですけど。ではね、ちょっと読んできますね。なんかすごく長い冷却効果を持っているみたいです、こうやつは。キンキンに冷やした天然石をドリンクに入れるだけで瞬間的な冷却を行い、キンキンに冷えたドリンクがすぐに出来上がって、かつなんかね、冷却効果が長いみたいですね。高級感がね、あるって書いてあるんですけど、まあ、確かに高級感がすごいんですよね。だからね、プレゼントとかでめちゃめちゃいいかなと思います。
まあ、実際自分で使う人もいっぱいいるんだと思うんですけど、それこそなんかウイスキーなんか飲むよとか、まあウイスキーだけじゃなくても、なんだ別にラムとかブランデーとかなんでもいいんですけど、なんかお酒飲むよって人とかね、渡してあげたら結構喜ぶかなと思います。で、天然石のアイスキューブらしくて、なんか一般的に流通するプラスチック製とは大きく異なり、冷却速度が速く、匂い移りはありませんっていうらしいですね。だから、なんかあれらしいね、なんか一般的にプラスチック製のアイスキューブっていうのが出回ってるのは僕知らなかったんですけど、それよりも冷却速度が速くて匂い移りがないらしいですね。だからアイルモルトとかね、臭いウイスキーを入れても匂いがつかないみたいですね。で、ジュース、お茶、アルコール、すべてのドリンクにご利用いただけますって書いてますね。ああ、そうね。僕ね、これすごいと思ったんですけど、なんか職人技により美しい滑らかな丸型を採用してますっていう風に書いてるんですけど、まあグラスを傷つかないようにってなってるらしいんですけど、確かにこれ石だから傷つきやすそうだなって僕思ったんですけど、実際触ってみるとね、なんか、触ってる感じがね、木みたいな感じなんですよ。木触ってるみたいな感覚とあんまり変わんないんですよね。表面というか、なんていうかね。だからね、確かにこれはね、グラスを傷つきにくいなぁとは思います。まあ多分、バカラみたいなすごい薄張りのグラスだったらあまりなのかもしれないんですけど、でもこれは確かになんかね、傷つかねえだろうなっていう感じはすごくありますね。まあそんなわけでね、ちょっと飲んでみますか。まあだけどね、これ、まあグラスね、こういうグラスが入ってるんですけど、なんかちょっとうねってしてるね。まあこれもこれでかっこいいんでね、いいかなと思うんですけど、これに冷やした石をね、こう入れて、まあ、2個ぐらい入れたらちょうど良さそうですね。まあ、この中にアドベックとかね、入れて、飲むよーんっていうね。うん。まあ、それ冷えてるわな。うん、普通にね、それ普通に冷凍庫に入れてたんで、ね、キンキンにこれ冷えてるんですけど、まあね、なんかちょっとオシャレじゃないですか。なんか俺、こういうのかっこいいと思っちゃうんですよね。僕はすごい中二病が治んない人間なので、こういう男らしいこういうなんか武骨なやつがね、すごい好きなんですよ。でも多分こういうなんか武骨なのがね、好きな方は結構多いかなと思うんで、いいかなと思います。まあこれはね、自分で買ってもなんかプレゼントとかでね、なんか渡したりとかしてもすごいいいのかなと思います。まあなんか女性のね、方が男性プレゼントするとかもすごい素敵だと思うし、なんか取引先の人だったりとか友達の人だったりとかに渡すのもなんかめちゃくちゃ受けが良さそうなものだと思うので、割と僕はね、これ好きですよ。普通に、まあお店で使うことはまあもちろんないので、なんか家でいっぱい使おうかなと思ってるんですけど、まあ家飲みを普段する方で、まあロックとか飲まれる方とかはね、マジでこれめちゃめちゃいいと思います。なんか、普通に家で、美味しくない水道水のカルキの、氷を使うとか、すぐ溶けちゃうような氷を使ってる人は、多分こういうの買った方が間違いなく美味しいウイスキーが飲めるので、結構おすすめでございます。まあそんなわけでしてね、今この動画が出てる時間からもう買えるみたいなんですけど、まあなんでね、詳細は概要欄を見てみてください。まあぜひね、概要欄を、チェックしてみてください。概要欄のね、ところに、これのリンクが貼ってありますので、ね、ページのリンクが貼ってありますね。で、かつ、この動画はね、企業案件なので、すごいいいことに、この動画のね、下に貼ってあるリンクから行くと、クーポンがね、もらえるみたいなんですよ。まあ、とりあえず詳細は概要欄にリンクが貼ってあるんですけど、クーポンがね、あるみたいなので、だから普通にこれをが欲しいなって言って買う人よりもね、結構安く買えるんで、この動画を見てる人はね、なんで、そのクーポン使ってね、ぜひ、買ってみてください。かっこいいんですよね、普通に。なんか置いといても結構映えるんで、まあ普通に実用的に使った方が僕はいいと思うんですけど、まあかっこいいのでプレゼント向きにもあると思うし、実用的でもあるんで、まああげるにしろ自分で使うにしろどっちにしろすごくいい製品だなと僕は思ったんでね。はい。そんなわけでして。ちゃんとまだ冷えてます。大丈夫です。ちゃんとまだ冷えてるから大丈夫ですね。はい。じゃあ、そんなわけでしてね、こちら魔法の天然石ロックスっていう、ウイスキーチリングストーンっていう、まあ、こちらのね、ちょっと紹介をさせていただきました。まあね、かなり、個人的には結構ありだなと思う製品だったんでね。まあ、皆さんもし興味があったらね、買ってみてください。そしてね、僕は今ね、値段も知らないっていう状態なので、いくらかわかんないんですけど、まあ、クーポンあるんで、まあ、クーポンを使っていくらになるのか概要欄の見てみて、ちょっと詳細をね、
チェックしてみてください。その詳細にね、多分値段とか書いてあると思うんで、その詳細を見てみて、まあ、買ってみようかなとね、思った方はね、ぜひ買ってみてください。というわけで、本日の動画は以上になります。この動画ですね、面白かったりとか参考になったような方がいましたら、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄の方にですね、まあ、これの商品リンクと同じような感じで、僕のね、SNS のアカウントが載ってますので、そちらの方もチェックの方よろしくお願いします。というわけでですね、久々の企業案件でした。株式会社ワールドリーチ様に、幸あれということで。すごいね、コピーを売っていこうと思ってね。なんかこう面白いものってね、そんなに世の中にないので、こういうのの案件をね、いただけたのは僕はすごくね、嬉しいのでね。はい。というわけで、本日の動画は以上になりますので、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。あと一応すいません、ちょっとね、補足なんですけど、さっきアドベック止め終わって、グラスも石も洗って、見たんですけど、全然、スモーキーな匂いとかね、石についてなかったです。なんで全然匂い移りはなかったですよ、っていう。はい、補足でした。Thank you.